皆さんこんにちは、わしこです。久しぶりの動画投稿になるんですけれども、今回ちょっとラケットのレビューを一本まずさせていただこうかなと思います。普段はですね、ちょっと視聴者の方に協力してもらって作ったミズノのフォルティウス FT5 5枚合板のラケットにフォア Q5、バック Q5、まあ、こっちがトップアーツでこっちがアーツ貼って使ってるんですけれども、まあ、先日ちょっととある卓球場にお邪魔させていただいて、少しの間は卓球だったんですけど、卓球をさせていただいた際に、わ、これいいぞっていうものが1本ありまして、この機会で皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。それが、日卓社のアコースティック、これカーボンとかじゃなくて5枚合板のラケットなんですけれども、フォアがファスターク G1 のアッツ、バックに、まあ、僕がいつも使っている Q5、 今回ちょっと重さも考えて中を貼ってます。でラケットが単体で 88g ありまして、ラバー両面貼って合計が181と、ちょっとペンドラには重たい組み合わせになってしまってるんですけれども、まあ前回打った際にすごい、あんまりちょっとバイオリンとか含めて弦楽器系僕苦手だ意識があったんですけど、いいなと思ったんで、ぜひこの機会に皆さんに、まあ、僭越ながら紹介をさせていただきたいと思います。これを見てちょっと合板悪くないぞって思っていただけるような動画をお届けできたらなと思いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
あんまり基本的に見せられない。